笑い。俺をするときは本気なんだぞ俺は。
今日俺がここに貼ってたの見てた人いると思うんですけど、なんかちょっと昨日から情けなくて、なぜかこんな楽しめる夢にして風邪ひいたもんですよ。昨日食べたかった、ふざけんなバカ野郎と思って、一日待ってくれ一日待ってくれと思って、なんとこれ下げろと思ってやってたら、なんか今熱が上がってきたようです。どっちがわからない、体なんか心が当たったら、あ、どうもどうもどうも、誰か訳してくれ、心誰か訳してくれ、何ですか、やばい、分かるぞ、分かった分かった。一生懸命やりすぎて次何だか全然分かんなくなっちゃった。じゃあありがとうございました。今日カズさんも参加してるのも参加し、長松さんも社長町に参加で、最後にじゃあやります。さっき新しい曲ですけど、ちょっとバカみたいうるさい曲を、ちっちゃい曲やりますか。一応あるんですけど、最近なんかね、あの俺んちついにブラウン管しか持ってなかったからテレビが消えたんです、俺の世界が。そしたらさ、あのやっぱ嫌な事件ってそんなに目につかないんですよ、自分から知ろうとしないと、ネットとかそういうの見ないと。おかげでしばらくね、まあ、世の中相変わらずなんだろうけど、あのなんかこうバカっぽい能天気な曲が結構生まれてて、最近は昨日のこの間満月とか見てさ、スタジオで遊ぼう、今夜月が決まりたい、思わず足を止めて、だってほら君を見てるみたいさ、君に気があるのかな、立派なライバルさ、勝ち目はないさ、みたいな。つうか俺今作ったんですけど、そんな気分が多いんですよ。だからそういう今日あの結構本当に俺がお世話になってる人をまとめてきてるんで、あの僕はとても不義理な人間ですね。そういうことを何も思ってないわけじゃなくて、結構不義理に思ってて、こういう時来た時に目いっぱいそういうのを普段不義理してることを返そうと結構真面目に考えてる人です。やっぱりこういう演奏でしか返せないんで、あの開き直って白鳥者という歌を作りました。だからあの試合にある皆さんにあの謝る歌ですが、いや元気楽しくやりますよ。もう開き直ってますからね、あのこの曲を捧げることでますます開き直る曲です。じゃあいいですか、ちっちゃい感じでやります、
意外とね、謝ることが目的で今日皆さんお誘いしたファンもあるんですけど、でもそれは僕の個人的な話であって、今日は本当に素晴らしい出演者が本当にいいものを見せてくれたんで、改めて皆さんで大きな拍手をお願いします。どれもウィエー、本当に好きなんだ。普段はね、今日は本当に特殊なところだ、わがままを聞いてくれてスペシャルな感じでやってくれたんですけど、普段はね、エレキ編成でものすごいんですよ。俺なんか簡単に食われますよ、マジで。だから今日はちょっとああいう感じで優しくやってもらったんです。ぜひ普段のエレキ編成のドリームにぶっ飛ばされに行ってください。この冗談じゃないですよ、本当ですよ。すごいですよ。えドリーム、ありがとうございました。これからもぜひ、イエーイ、最高なんだぜ。じゃあ2番手に去年の、ね、ゴールデンウィークイベントに引き続きまた俺がすごい好きなんで、いつもなんかこういう際にあいつを声かけて、でもなんか断らずに引き受けてくれる、すごい優しい2番目に、すごい本当素敵な素晴らしい歌を俺あげちますから。優しい君を責め立てる僕は悪魔のように。違う、違うですけど、違う俺何一生懸命歌ったんだよ。でもあれを歌われると類線が崩壊するんだ俺は。まあそう、あれ情報ありがとうございました。余計なこと言っちゃった。あ、すごいです、すごいです。おさとこのそしてね、3番目に結構ね、ステージ狭くて大変だったと思うんですが、期待通りバッチリ決めてくれました。次の森活動仲間だし、イエーイ、贅沢を言います。このさっきダイヤモンドがいいですね、あるものでやろうぜとか言っていくしさ、やっぱりさ、理想は意外と高かったりしてさ、ドリームのようなこう曲とかさ、ジョーマちゃんのような曲とか、カズさんのマルキニハリとか全部欲しいよね。ね、だから最後にね、一曲ね、結構去年年末ぐらいにしたんですけど、やっぱこう俺40、この間40歳になったんですが、やっぱなんかね、折り返し地点っていうか、もう終わりが近いのかよくわかんないけど、結構昔を振り返ることがね、それなりにあって、もう結構ひどいものなんですよ。でもね、に座ってたのかな、今日場所にね、僕の人たちとかそういうのを見つかれてなんて思ってたんですけど、そういう昔の自分みたいなやつが少ないと思うんですよ。ちらほら、なんとなく同類かなっていうのがちょっと見えるけど、そういう人たちに向けてというかな、さっきジョーマちゃんも歌ってたけどさ、俺すごい好きなのが生きるっていうのがあってさ、今日でいいから迷わず進めっていうのがしょ。俺さ、若い頃なんか進めって言われたらふざけんじゃねえよって思って、何が進めやってんねんこの野郎って言うやつだったんだけどさ、今はもう本当にずーっときてきた。で、自分でもそういう感じがやっぱどんどん強くなってきて、だからそういうので愛の歌っていうのを作ったんで、今日は試合のある皆さんに捧げてください。はい、暗くしてもらっていいですか、ちょっと恥ずかしいです。申し訳ないです、このままで。シャイか、人によってさ、自分今までやったような曲はみんなに向けて歌ってたんだけど、この曲はなんか自分に向けて歌ってんだから、人に向けて歌ってんだからよくわかんないな感じで歌ってました。でも人を歌うに幸あるって感じで、僕は頑張るんで、じゃあ最後は愛の歌っていうのを聴いてください。ありがとうございました。
だっていいんだぜ、それがお前だって明かしてくれ。されたとしてもそれだっていいんだろう、お前はちゃんと上手くなってるはずさ。
し、私も東京だぞ。